今回は親指がギリギリの位置で折れてしまったので、それに合わせてちょうどリクエストでいただいていた短い爪のスクエアに合うデザインをということで、今年の人気色ベリーベリーのカラーを入れてデザインしてみました。新しくアイスジェルのジェムストーンジェルも購入したので、見比べも含めてやっていきます。では早速カラーを作っていくんですが、今年人気のベリーベリーのカラー、実は私右手にもう早速やってしまったんですが、こういった感じのカラー作っていきます。で、白をベースに作っていくんですが、まあ、ここにあの青を先に足していきます。で、あのパープルから足してしまうと、パープルって意外に濃いのでパープル味が抜けなくなってしまったりするので、青から足していくといい気がします。で、ここにパープルのカラーを入れていきます。パープルはほんのちょっとで大丈夫です。意外にパープルのカラーって濃いんですよね。まあ、薄い濃いそれぞれなんですけれども、あとはここにあの134番、これワインレッドのような感じのカラーです。ブドウみたいな感じですね。このカラーを入れていくと意外といい味を出します。で、今回はベタ塗りのようなカラーではなくグラデーションにしていくので、もう少し色味を濃くしていくので、ちょっと足していきます。こんな感じで少し濃いめに作ったら、ここにメルティのクリアジェルを入れて柔らかくしていきます。こういった濃いめのカラーって、あのベタ塗りとかで塗っていくのが定番になってくると思うんですが、あえてここであのグラデーションにしていきたいと思います。はい、こんな感じです。可愛い色ですよね。そして今回はここであのグラデーションに合わせてインクカラーも入れていくので、インクカラーとクリアジェルを混ぜていきます。インクカラーでベリーベリーのカラーを作っていくのは難しいんですが、まあ、なんとなくあの青紫のような感じのカラーになるようにしていきます。メーカーにもよるんですが、インクカラーは意外と青の方が結構強めだったので、のちょっと色味を足して作っているんですけれども、最終的にはのパープルさんの青が1ぐらいの割合で入れていくといいです。はい、こんな感じです。では続いてグリッターを混ぜていくんですが、ピカエースの秘密のラメと、これ D ネイルの白パウダーですね、これをクリアジェルと混ぜていきます。この白パウダーって本当にそーっと入れていかないと、せっかく作ったカラーのところにチラチラと散ってしまうので気をつけてください。やっぱり白パウダーだけでもすごく綺麗だけど、秘密のラメも入れていきます。大変秘密のラメがないので注文しないといけないです。はい、こんな感じです。では早速スクエアに整えた私の爪でやっていくんですが、の前に爪を痛めてしまったものが爪先のあたりに今伸びてきていて、この辺がちょっともろくなっているので、形がちょっとスクエアになっていない部分があるんですが、その辺はトップジェルなどでコーティングしてやっていきたいと思います。ではまず小指と人差し指にこのベリベリのカラーでグラデーションを作っていきます。通常のグラデーション同様に先端から作っていきます。半分より少し上ぐらいまでぼかしていきます。クリアジェル多めに作っているので、こんな感じにいい感じに馴染みやすいと思います。で、こんな風に1層目ですね、馴染ませたら、もう一度カラージェル取ってもらって、先端から先端にしっかりとカラーを入れながらぼかしていきます。で、今回のように短い爪にグラデーションをやっていくとき、何回かに分けて先端をしっかりですね、濃く出していきたいところなんですが、短い分あの先端に厚みを出しすぎてしまうとぼってりしてしまうので、厚みだけ気をつけてあげてください。ですが意外と短い爪なのでぼかしやすくなってくるので、1回でこれくらいまでぼかしていけるのでやってみてください。そして先端にしっかりとカラーを入れつつ、スクエアの角のところですね、のちょっと立てるような感じでカラーを入れて、こんな感じで硬化していきます。小指も同じようにやっていきます。はい、こんな感じです。はい、では次にさっき作っておいたインクカラーのこのカラーをですね、上からのせていきます。もうこれ平筆でのせていきます。通常のベタ塗りのように根元からしっかりとカラーを入れて伸ばしていきます。インクカラーで透明感のあるカラーなので、こんな風にですね、ラインを作ってもらったら透けるような感じで伸ばして、こんな感じで薄らになったら硬化していきます。小指も同じようにやっていきます。はい、こんな感じです。
うっすらインクカラーをのせただけなんですが、透明感が出てグラデーションがより引き立ってきますよね。はい、では次にここの中指には、さっきグラデーションに作っていたこのカラーはですね、ベタ塗りで塗っていきます。通常通り根元とサイドのライン作るように塗っていくとシースルーになってきます。爪が長い時は気にしなくていいんですが、今回のように爪をこうギリギリまで短くしてしまった時の、通常通りカラージェルを塗っていくと、私の爪結構横のところがですね、グッと入り込んでいるので、爪の形そのままで塗ってしまうと、ちょっとぼってり見えがちなので、この隙間のところ見えますかね、少し開けるような感じで塗っていくとぼってり感がなくなってきます。私はぼってりするのが嫌なので、ちょっと隙間を開ける感じでこんな風に塗っていきました。次にさっき作っておいた秘密のラメと白パウダーを混ぜたものを塗っていきます。でこれ上に重ねていくんですが、全面にこうきちんと塗っていくのではなく、ちょっと散らすような感じで隙間を開けるような感じですかね、こんな風に塗っていきます。ラインを取るような感じではなく、無造作な感じで塗ってもらった方がいいです。かわいい。はい、硬化していきます。はい、こんな感じです。ではでは続いて、いよいよメインになってくるんですが、薬指親指には前回ご紹介したジェムストーンジェルも購入してあったので、これを使ってやっていきます。この今回使っていたベリーベリーのカラーに合わせて、ちょっとブルーとパープルの色を合わせていきます。どんな感じか見ていきます。まずブルー、こんな感じ。可愛いですよね。パールが強い感じでちょっと混ぜてみると、いい感じで筋がつきそう。次にパープル、パープルもすごく大人っぽくて可愛い。これも白というかパールが強くて筋がつきやすそうです。これは幅広く使えそうです。なんかこうやって見るとマーブル感がなんか出てますよね。前回私ミラーパウダーでこんな感じでジェルを作っていったんですけれども、こういうパール入りのジェルって綺麗に塗ろうと思うと、逆にこう筋ができすぎてしまって綺麗に塗れないというような感じのジェルだと思うんですが、その筋を生かして模様を作っていくって面白いですよね。せっかくなのでブルーとパープルを合わせていきたいので、縦グラデーションになるような感じで入れていきます。まずはブルーからこっち入れていくんですが、しっかり濃いめに出していきたいので、1層目は模様をつけずにこれで硬化していきます。硬化が終わったら、今度は反対側にパープルのカラーを縦グラデーションになるように入れていきます。これほんのり透けている感じでも大丈夫です。では硬化が終わったら2層目ですね、同じようにまずはブルーのカラーを入れていきます。で2層目はちょっと厚めにのせていきます。で2層目はそのままですね、硬化をしずに続いてパープルのカラーを反対に入れていきます。で真ん中あたりは似たような感じのカラーなので、さっと筆をですね通してもらうと、なんとなくグラデーションになるので、こんな感じで大丈夫です。はい、ではこんな感じでここから模様をつけていきます。私はウッドスティックでくる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 っとやっていきます。はい、こんな感じの模様です。では硬化していきます。こんな感じの仕上がりになってくるんですが、前回のものと比べると、仕上がりとしては同じような感じになったと思います。前回は私ミラーパウダーで作ってやっていったんですけれども、そのミラーパウダーのものに比べると、こう模様をくるくるとつけた時に、前回のものはこうすぐこうじゅわーっとちょっと戻っていっちゃう感があったんですけれども、これは一回模様をつけるとそんなに戻るような感じがないので、模様としてはすごくつけやすかったと思います。結果としては同じような感じになったんですが、もともとこういったジェルがあると色も合わせやすいですし、自分で作っていくとちょっとした量で模様が変わってきてしまうので、便利は便利かなと思いました。では親指も同じようにやって、こんな感じです。可愛いですよね。でももうちょっと濃い色とかでも可愛い気がする。はい、ではこんな感じでデザインですね、一旦完成になってくるんですが、ここから少しパーツを入れていきます。スタッツを入れていきます。
このジェムストーンジェルで模様をつけていったところにはスタッツでフレンチラインにしていきたいと思います。はい、こんな感じで硬化していきます。親指も同じようにやっていきます。はい、こんな感じです。そしてこのスタッツの入れ方なんですが、私のようにショートネイルでスタッツを入れていくときはフレンチ状に入れていくのも可愛いんですが、逆フレンチになるように根元のあたりに重心を置いてもらうとぼってりしにくくなってきます。ショートネイルの時にはストーンやスタッツを入れる位置によってもぼってり感が変わってくるので、ぜひ参考にしてみてください。では次に中指のところには、これ前回も使ったんですが、このドットチェーンを入れていきます。とそれと組み合わせて、これ新しく買ったオーロラのランバスとオーロラのストーンも合わせていきます。まずはランバスのオーロラとストーンをですね、先に入れていきます。このランバスのストーン、大きさもちょうどよくって、オーロラの光よりもなんか輝きが強い感じがしてすごくいい。じゃあこのランバスの上にオーロラのちっちゃいストーンですね、こんな風に無造作に入れます。かわいい。こんな風に配置してからチェーンを入れていきます。爪の上でこんな風にサイズを測ってある程度でカットしていきます。で、根元の位置はこんな風にギリギリで大丈夫なんですが、先端のところはちょっと丸みを帯びていると、せっかくのスクエアがですね、目立たなくなるので、カクンとするためにカットしていきます。そして短い爪だとさっきから言ってるようにぼってり感が出てしまうので、このサイドのところから少しですね、内側に寄せるような感じで入れてあげるといいです。そしてスクエアのこの特徴であるこの角のところ、私ちょっと角がですね、崩れてしまっているので、このチェーンでしっかり角を出すように、こうカクンとなるようにですね、入れていくといいです。スクエアの形が崩れてしまっていても、チェーンでしっかりとですね、角を作ってあげることによってスクエアの形が生きてくるので、チェーンの入れ方一つで形も直していけます。はい、こんな感じです。ではトップジェルでコーティングしていきます。では薬指からコーティングをしていくんですが、何回も言うように、今回のようにショートネイルの時の通常通りトップジェルですね、厚みを出してしまうとやっぱりぼってりしてしまうので、長さに応じてトップジェルコーティングの量をですね、変えていきます。で、今回は薄めにコーティングをしていくので、まずは通常通り根元とサイドのライン取るように綺麗にコーティングをしてから、あとはちょっといらないジェルを拭うようにやっていきます。特にジェムストーンジェルを使っているところはですね、結構厚みが出ているので、本当に少しの量で大丈夫です。で、光のラインも通していくんですが、通常より少し少なめでさっと引いていきます。そして最後にこのスクエアのところをですね、ちょっと先のところを引っ張るような感じで、こんな風に筆を動かしてもらうと角のところがスッと立ってくるので、この状態でさっとコーティングして硬化していきます。では次に中指も同じようにコーティングしていくんですが、このドットチェーン囲みで入れてるので、しっかりと覆ってあげてください。じゅわじゅわじゅわーと行き渡らせるような感じです。で、今回のように囲みで入れている時のこのドットチェーンのところにジェルって固まりやすくなってくるので、それをこう真ん中あたりに伸ばしていくような感じで、光のラインを作りつつでコーティングしていきます。あとは今回ランバスのこのストーンを入れているので、せっかくの輝きですね、生かしてもらった方がいいので、表面のところを拭ってあげるといいです。はい、こんな感じで残りの指もコーティングしました。やっぱり今回のようにショートネイルでスクエアにしていくとき、どうしても先端が丸みを帯びやすくなってくるので、この先端のところですね、引っ張るような感じでトップジェルコーティングしていくといいと思います。では未硬化ジェル拭き取って形まで整えます。この形の整えも最後にですね、しっかりサイドのラインまっすぐとの先端のところをさっとまっすぐ通してあげると、スクエアの形が引き締まってきます。ファイルを通すだけでいい感じになってきました。では最後にノンワイプのトップジェルでさっとコーティングしていきます。このノンワイプでぼってりしないように、もうさっとコーティングしていくといいです。はい、こんな感じで完成です。折れてしまった親指に合わせて、すごく短いショートネイルでスクエアやってみました。
人気のベリーベリーのカラーをグラデーションに、そしてやってみたかったジェムストーンジェルも使って、短い爪でスクエアの形にしていこうと思うとぼってりしてしまいがちなんですが、今回のようにあのチェーンの入れ方をですね、スクエアをこう生かすような感じで入れてもらったり、スタッツをですね、根元を付近に入れることによってぼってりも解消していけるので、ぜひそんなやり方で楽しんでみてください。ベリーベリーのカラーも紫が強かったり青が濃かったりとのいろいろだと思うんですけれども、私のこの右手のカラーも合わせるとよりいいですよね。今回のデザインはこのジェムストーンジェルのカラーが柔らかめなので、このベリーベリーの濃いめのグラデーションですごく引き締めているような感じでかっこいいです。左右同じデザインで楽しむのもありですが、私のように足目にするのもありですよね。今回使った道具はこんな感じです。ベトロのカラージェル、メルティのクリアジェル、そしてパーマシャインクリストリオですね。あとサロンユースのツヤ出し、インクカラーはココイストのものです。そして D ネイルの白パウダーとはピカエースの秘密のラメ、あとアイスジェルのジェムストーンジェルです。あとは、スタッツとオーロラストーンですね。あとランバスのオーロラストーン、ドットチェーンと筆はドマークチュールの平筆とバイオの平筆、そしてココイストのポイントの筆です。しつこいですが何度見ても可愛い。ありがとうございました。続いて我が家のちょっとした出来事です。この日も我が家のちび息子は、本当に外ではお利口さんなのにうち弁慶なので、家ではやっぱりおてんばした娘のおもちゃを取り上げて遊んでいました。絶対に面白くないはずなのに、このパソコンに向かってこう首を振ってなんかリズムに乗っているような感じ、おてんばした娘の真似をするのが楽しいんでしょうか。保育園とかではボール遊びがすごく好きみたいなんですが、やっぱり家では上が女の子ばかりだからか、女の子っぽい遊びになってしまうんですよね。そしておもちゃを取り上げられたおてんばした娘は何をしているのかと思ったら、こう粘土の型取りみたいなもので広げるとサングラスに見えたみたいで、ママサングラス写真撮ってと、こんなひょうきんなおてんばした娘でした。以上、我が家のちょっとした出来事でした。